こんばんは、ジンです。今日は昨日統合したっぽいっていう話をしたけど、それについてちょっと考えてて、でそれまで自覚ができるまで、知るまで何とも思ってなかったけど、でも今分かって振り返ってみると、思い当たることっていうか、そういうのがあったなとは思うのよね。まず一番はやっぱり疑心遠慮とか自傷衝動とか、そういうのが前よりすごく強くなってて、まあそれ自体私にはもともとあるもんだから、こっちにずっといるせいで気持ち的にも不安定になってるんだわって思ってたけど、その統合した人、私が分かったのは、自分のこと端くれって言ってたあの一人だけ、とりあえず確実なんだろうなとは思うけど、それ以外は誰かわかんないのね。でもあの子とかでも結構起死燃料とか自傷衝動とか強いタイプだったから、そういう統合の影響かもってはっきりとは言い切れるほどは分かってないんだけど、で、あと記憶ね、その記憶が記憶が増えたっていう言い方はおかしいのかしら、でもなんて言ったらいいんだろう、こう統合した人が持ってた記憶なんだろうけど、それでフラッシュバックがすごく増えて、一応イメージっていうか、なんて言ったらいいんだろう、そんなに具体的な感じのフラッシュバックではなくて、こうなんかずっと何かがよぎ、頭の中をよぎってるっていう感じかしら。で、記憶が増えたって言っても、もともと私が割と記憶がある方だし、他の新人の人と比べてね、だから何人か統合したんだろうけど、私が吸収して統合したんだろうけど、そのもともと私が持っている記憶が結構あるから、そのどの記憶が新しく増えたとかってちょっと分かりにくいのよね。多少の記憶増えたくらいだと案外気づかないものなのねって思った。今のところはその統合したっていうの自覚
してみて、影響をこんな感じってあげれるのは、これくらいかしらね。また気づいたこととかあったら、それはまた話すわ。でね、今日もね、パチンコ屋に行ってたの。昨日、それでもパチンコ屋に入り浸ってるのはどうかと、どうなのって感じよね、みたいなことを言ってたら、コメントでね、パチンコ屋で落ち着けるんだったら、落ち着ける方がいいじゃないって言ってくれた人がいて、私はすごく嬉しかったわ。普段だったら近寄りたくもないぐらい、本当うるさいのよね。今だって耳栓してフードかぶって、こう、できるだけ音を削って、それでちょうどいい落ち着くぐらいの音なのよ。でも、そう、ずっと静かな家にいるのが本当にしんどいから、だから、もうちょっと遊べばいいんだけどね、ひたすら喫煙室でぼんやりしてるのよ。でも今はそれが落ち着くわ。あと一応彼氏にもあんまりパチンコ屋に入り浸ってるとか心配かけるかもと思って、その騒がしいのが落ち着けるから、だからしばらく行ってることが多いかもっていうふうには伝えといてあるの。パチンコを打って遊ぶこともあるけど、最初に拝借した分は、もうその日のうちに、買った分で戻しといたし、で、そっから私用にちょっと適当に財布を開けて、私がパチンコで遊ぶとしても、勝ち分しか使ってないから、だから、後で生活費とかそういうので困ったりすることは多分ないと思ってはいる。ギャンブル強いのかはわかんないけど、でも私の発声元、龍之介の派生だから、昔はね、割と、当たらずとも負けずっていう感じで。元に戻った時に、
勝ち分が溜まってるようだったら、それは全部千代子に渡すわ。私も元に戻ればもうそれでいいから。本当にね、寂しさが辛くて、今朝もね、目が覚めた瞬間からボロボロ泣いてたのよ。で、昼には顔を洗って、なんとかごまかしたつもりだったんだけど、彼氏に声が震えてるって心配されちゃって、寂しくてねって言ったら、もしその話したいこととかあったらいつでも話してねって言ってくれて、本当いい人よね。でもお嬢さんに会いたくて、中に戻りたくて、寂しくてたまらないって、そんな話されても彼氏も困っちゃうじゃない。ただでさえ仕事が忙しい中で、家事のこととかでもお世話になってるのに、だから私は私の寂しさはとりあえずここでは言えるから、で、そう、今日12月の19日。もうすぐクリスマスよね。クリスマスって何をしたらいいのかしら。私、クリスマスの過ごし方がよくわかんないんだけど。もうすぐクリスマスなのに、なんでこんなことになってんのかしらね。アキトがホールケーキ食べたがったりとか、作業班がそれを撮影したがったりとか、あとこっちで年越しするのも初めてだって、千代子がすごく楽しみにしてたし、本当何やってんのかしら。ダメね、こうやって考え出すとまた余計に寂しくなっちゃうから、今日はこれくらいにしときます。じゃあ、ジンでした。おやすみなさい。